お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、ちょっとね、挨拶混ざっちゃってるかもしんないんですけど、今日はね、ゲストをお呼びしてますってなわけで、どうぞ。お疲れちゃんです。ロボちゃんです。はい、というわけで、久しぶり、ロボちゃん、かっこ僕の彼女さんコラボというわけで、今日はね、やっていきたいと。で、今日はですね、何をするかと言いますと、まあ、彼女ね、トロフィーが今、どんぐらいだっけ4000ってことで、まあね、僕はやっぱ6000とか7000いってるっていうので、うん、まあ、実力差があるんで、普通にねバトルをしてもやっぱちょっと勝てない、勝てないね、うん、俺には、うん、いや分からんよというわけで、今日一緒にねそのやっていきたいと思いますというわけで、まあ、彼女がねそう4000なんで、まあ、そんなねめっちゃうまいわけじゃないんですけど、初めの2分彼女に託して、ラスト1分ね僕がやればもうな何でも勝てるというわけでやっていきたいと思います。渡します、携帯を渡します。はい、はい、じゃあ頑張って2分間、あ、今から2分間あの彼女がやるんでね、彼女の、うん、プレーを皆さんに見てもらおうかなと思います。残り1分になったら交代、残り1分になったら交代。うわ嫌い、私この人この人自分が持ってないから嫌い、言い方言い方、うわ見たことある、これ見たことないでしょ、これ変なの来た。最近ちょっとやれてないんです、わかんない。いい、いいよ、やった、いいよ、褒められたじゃん、いいよ褒められた、これめっちゃいい防衛した、やった。さああと1分20秒、え、ワンチャンなんてもう勝ったら普通に勝てそうだった、俺いらないまだあるよ。うん、うん、それはやめよ、さすがにそれはやめよみんなラットさんの見たいから、いや多分コメント欄ロボちゃんのでいいってなる、なるほどさあ、うわー相手できちゃった、なんかマジで嫌い、私この人、これこの人、みんな人じゃん、みんな人じゃん手が、あ、待って、ああよかった、まあ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 ね、この辺まではね、さあ時間が、いつまでたってもこれが出せん出して出して、あと1分よ、ちゃんと戦って、ちゃんと戦って、時間稼ぎしてる、ちゃんと戦ってる、時間稼ぎしてるあと40秒、もう嫌いこの人プリンセスね、プリンセス、うん、嫌い、結構みんなが大好きなプリンス、私もきっと手に入れたら好きになる。うん、ってないとね。あ、無理。ってないとね。勝てん。さあ、さあどうする？私はもう勝てん。さあどうする？まあ、あんまね、クラの教えたりしたことないんで、ね。そうね。あ、見ててあーっていうこのいろいろね思うところがやっぱあります、ね。やめてやめて、そういうこと言うの。そういうのなしだと思う。いいよ。いや、いいインドラ。いいインドラ。いいインドラ。からの？からの何？からの？からの何？まあ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 、どれからの、あ、1分来たやん、はい、というわけで、はい、正直ねこんぐらいなら勝てると思います、あ、やばい、勝てると思いますね、やばい、これ多分あのたまたま1個落とされたら、うん、僕落とすのが大変なんで、うん、225必死で耐えます、うん、耐えないと多分勝てないと思います、頑張れ、よいしょ、これザップ打たれたようにランバージャック持ってきます、うん、ちゃんとね保険ね、すごい、でこのダークネクロの前にこうやってねラブハンドをつけてあげると、うん、結構ねこのコウモリがね相手うざいんで、やばい、相手にいいエレキが降ってきた、でランバージャックをこうねラバがいるときにこう攻めでランバージャック使ってあげると、うん、このランバージャックが死んだときに、まあ、今生きてるんだけどレイジが落ちるんで、そう、それでこのパピーにハマるから、よいしょ、矢舐め咲いたからスキャミ攻めで使って急に強くなったんやつになってあれ急になんか強くなったんやつがいて、今多分いいと思って勝てると思っとったんやけどな俺みたいな、それな、というわけでまあこんな感じでね、わー頑張ってください、頑張ってください、さすが、まあでもこう引き立て役になったみたいなとこあるやん、まあね、そこ大事やったね、はい、てなわけで次ねちょっと2回戦頼みます、頼みます、逆にしてみる、あ、逆、最初2分やって、で最後2分やる、本当に、うん、本当に大丈夫、うん、大丈夫ってなわけで、急にね、ルール変更、だってたくさん落としていてくれたらそれその分、私は戦いやすいです、最後に落とされるじゃん腐るもん、はい、ってなわけで、今度交代します、うん、初め2分間僕がします、うん、ラスト1分、ロボちゃんに、うん、頼みたいと思います、はい、ってなわけで、あ、ラバハンドとか展開して1個落としたいんですけど、来年ネクロマンサーにはダークネクロが相性悪いです、うん、知ってましたか、知りませんですよね、わかりません、はい、はい、
こはちょっと早めにねアロマジャージ処理します。私このおじさんも嫌い。おじさん、うん、でこれもうこのドラゴンがね残ってる時に端島選ばするともうこれだけで、ね、はいラバドラドラーって感じします。んはい、でまた追加だけですね。んはい、これでタワー落ちます。多分もう一ボール前。本当に落ちる。いや落ちないかも。本当に、いや落ちないかも。いやでもこれは相手もコストがそんななくてザップ持ったんでこれスキャミこれ追加すると落ちます。これ本当です。ネクロのコストもないんで。本当にザップだけ構えてスケルトンアーミー、まあこのスケルトン部隊コンブリ来たら打つようだったんですけど、はい、やっぱあと40秒しかない。早く早く頑張って。あと40秒しかないですね。落として。まあでもこれもう一回あネクロがいるんでダークネクロから、まあ、ラッパーしてもいいんですけどあんまりダークネクロが働かないかもしれないんでベビドラからラボつなげます。ペッカ来ましたね。ペッカはインドラで基本溶かしたいですね。インドラ高火力なんで。うわあいやちょっとうまいよこれマジで結構うまいよ。で高めにインドラ出しちゃうと相手のエレクトロウィザードあの電気ビリビリマンに、そうあの電気ビリビリマンにインドラが撃たれて、あ待ってやばいやばいちょっとやばい待ってザップだけでも打ちたい。はい、というわけ で頑張って。これ最低。今から彼女になります。そういうことするんや。相手こっからなんでこいつこんな弱くなったって。うんなるすんなる。それはもう間違いない。頑張って。いや全然間違いない。これは出してもいいよ。もういやでも全然いける。どうするべきな。焦るな焦るな。相手のユニットは無理に相手の陣地で処理してるのこっちの陣地で処理してもいい、うん、ユニットのコストがハブで取るよ、うん、あごめん、うん、あやってもた、うん、いやいやいや落ち着いて落ち着いて。いやいやいや頑張って頑張って。この親の親になった気持ちな。この何親になった気持ちで。いやこれ見守る感じバカにせんで。あと50度だよ。だってえ守ったら勝ちやだって。そうよ知っとる。大丈夫。うん大丈夫大丈夫。本当に大丈夫。本当に本当にうん大丈夫。本当に本当にうん大丈夫。なんかしたほら勝った勝ったけどなんかした。ほら勝った。なんかした。必死に守ったえ守ったな。勝った。これちょっと納得いかんよ。みんなが こっちの端に目がいってる中ラボがこうやってくれた。もう一戦だけもう一戦だけやろ。どっちが先にする。私ちょっと責任取りたくないから先にする。あはい、というわけでじゃあ彼女がね責任取りたくない、はい、2分間頑張ってください責任取りたくないってすごいね最後の1分間頑張ってくれる。最後の1分間はい。そうさあ頑張ってどうする。いやもうやっぱね言っちゃうと良くないなっていうことなんで。あよろしくって来たからよろしくって言っとくな。うんちゃんとね。うん偉い。アドバイスはなしで。そういうの偉いと思うわ。わあ誰。おーなんか来た。もうやだー。なんか来たね。この人嫌い。スケラね。スケラほらやられた、うん、持ってないもんな、うん、何これって知らんもんな、うん、知らん見たことない。見たことないやつは使っちゃいけんって言うルールなかったっけ初めて聞いたけど初めて聞いたけど。あと1分間頑張って耐えて。耐える。あと1分間耐えて。大丈夫大丈夫。本当にうん本当なんとかなるんだと思うよ。なる、うん、なんとかなるよ大丈夫だよ。いやザップが早い早い。うわ早いよしよし。まあまだね。まあまだまだ。いやこれきついかな。まだこれからよ。ちょっときついかもな。さすがにこれはワルキリー出せばよかったんや。ワルキリー。ワルキリー。ワルキリーね自分じゃんよく言われるやん。俺まだまだいじられるから。違うなんで言われるんかがわからん。池妻とかライキさんに、うん、ラットの彼女ワルキリーじゃん。なんでなんでなんワルキリーじゃないよちょっとなんで言われるんかわからん。髪型外羽ね。昔ねそう外羽でも今でもしっかり防衛してあと15秒。あー嫌いこのいっぱいのやつ。どうすればいい。ザップが落ちたいな。ザップ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 
よくなりました。てなわけで、おチェンジチェンジ、うわよく耐えた。終わりそうじゃな、もうよく耐えたな。いやもう終わりそうじゃん、もう勝てるよこっから。うん、プロだったら勝てるよ。でも負けたら俺プロじゃないみたいになるよ。うん、プロじゃない。おいおい負けたらもうプロじゃない。いやちょっとやりすぎたかな。うわちょっと待ったな。いやちょっとやばいなこれ、時間がない、時間が、時間がない。スケルトンラッシュってどうやって防御するの？あ、防御するの？なんかスケルトンはこのスケブとかなんかそういうのとか。あ、終わる終わる。え、これ無理じゃない？ちょっと待って、あのちょっと無理じゃねって。頑張ろう。いや頑張るわ。そういうの頑張っていこう。うん、そういうの頑張っていきたいんだけどさ、そういうの頑張っていきたい。ちょっと時間が足りないですかねー。そういうの頑張っていこう。いや、ちょっと時間が足りないですかねーっていう。あと3秒ある。あと2秒、1秒。お疲れ様でした。相手が悪い。相手が悪い。そんなこと、そんなこと言わない。あなたが、あの、下手くそだった。レベル達してない。下手くそ。いや、俺はそうは言ってないからね。下手くそだった。はい、というわけで、もうグダグダ。ぐなぐななんですけども、まあ2勝できたんでね、うん、勝ち越し、うん、勝ち越したから、うん、結果意味で分かりますね。はい、というわけですごい動画になっちゃったな。まあいいか、うん、いいよ。はい、というわけでまたね、ちょっとね、もうちょっとちゃんとしたなんかね、彼女コラボ、ちゃんとした彼女コラボとは、まあ、ちゃんとしとるよ今回もね、うん、あげたいと思うんでね、なんかコメント欄でね、なんかね、やりやすいのがいいですね。なんかむずいんですよね。B バトルとかだとやっぱ差ができちゃうんで、そのハンデとかもね、やっぱ大事になってくるし、彼女とだからこそ取れるね、なんかそういうのを、ね、コメント欄に書いてもらえるといいかなと思います。ってなわけで終わりにしたいと思います。最後言うことは、言うこと、うん、お腹すいた。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。